フチズムラットです、今回はフィッシュサーキッツのモデル1というペダルをご紹介します。フィッシュサーキッツの、フラッグシップモデル第1弾として登場したこのモデル1、この独特のスラントしたオレンジ色の筐体がかっこいいペダルなんですけども、どんな音がするのか早速チェックしていきたいと思います。まずドライブ、それからレベルトップというコントロール3つと、ミニスイッチが2つ、モードB と N、そしてボディというスイッチがあります。まずはですね、じゃあドライブ真ん中、トップも真ん中、N モード、ボディ真ん中でレベルをちょっと上げていってみたいと思います。こんな感じで、このオレンジ色の筐体、この音、このボトム、ローミッド、オレンジアンプみたいな音がするじゃないかと思ったかもしれませんが、まさしくその感じがすごく出ていて、なんかこうブリティッシュロックの音がしますよということで、とてもいい音です。で、ドライブゼロでもクランチーというか、クリーンですね。ちょっと歪んだクリーンみたいな音も出ますし、トップ、このトップがですね、プレゼンスのように動いて、くぐもらせても全然こう音が引っ込まない。で、トップフルにするとかなりこう、パコーンと上が抜けてくる感じ。パコーンじゃないね。ジャキーンですね。ジャキーンと上が抜けてくる感じの音が作れます。とってもいいと思います。そして、この、じゃあモード、二つのスイッチがどういう風に効くかというのをちょっとチェックしてみましょう。このモードは、N が、普通に使うモードだと思ってください。で、B が、これ、あれかな、ノーマルインプットとブライトインプットなのかもしれないですけど、ブライトの方にするとゲインが上がるんだけど、レベルが下がります。多分オンにしっぱなしで使わないと途中で踏むと音量バコってちょっと下がって感じちゃうかもしれないんですけど、これおそらくシチュエーション的にこのモードがいい時が必ず来るであろうスイッチです。これは多分現場で使ってもらうと分かると思います。現場でチェックしてみてください。そしてボディですね。ボディは単純に
ボディです。スピーカーのボっていう浪感をどのぐらい出すか。今ずっとこの真ん中の丸、小さい丸、真ん中の丸、大きい丸でやってたんですけど、真ん中の丸でやってました。じゃあ大きい丸にしてみましょう。大きい丸はね、多分その大きいスピーカーで鳴らした時にローがボヘボヘってしちゃった時にカットしてもらうといいんじゃないかなということで、小さいスピーカーだと大きい丸でもいいかもしれません。小さいスピーカーだと大きい丸とかちょっと分かりづらいかもしれないけど、まあ要するに小音量だったら大きい丸にしといてもいいかもねと。じゃあ今度逆に小さい丸はどうなのか。という感じで、一番小さくするとものすごくローがカットされて分かりやすいと思うんですけども、これ多分その実際にじゃあ例えばオレンジのアンプにこのペダルを一緒に使った時にこの小さい丸にした方が音が抜けてくる感じになるというのは容易に想像できます。でさっきも言ったように小さいスピーカー、まあ12インチのスピーカーを音量小さめで鳴らしている時にロー感が欲しいなっていう時に一番下の大きい丸にしてあげると、あのバランスが良くなるんじゃないかなという感じに思います。はい、では、せっかくこうアンプライクペダルなんでシングルコイルでも試しておきましょうということでやってみます。はい、というわけでシングルコイルでもチェックしてみました。もうローがすごく豊かなのでシングルコイルだと特にですね、そのロー感が際立つ。あとハンバッカーの時に比べると
スピード感がよりこのペダルのなんか良さを引き出してくれるようなイメージだったので、ジャガージャズマスター系のいわゆるオフセットボディギターをご愛用の皆さんは絶対気に入るでしょうこの音という感じでした。まあこの B モードはですね、ちょっと音量がガクッと下がるので使いどころがなかなかパッとこういう風に使ってくださいっていうのが連想できないんですけど、まあアンプとかですね、あとそのキャビネットシミュレーターかと一緒に組み合わせて使う場合なんかにはおそらく効果を発揮するモードだと思いますので、まあ、そのあたりも含めてぜひ、フーチーズのホームページに掲載されていますのでチェックしてみてください。というわけで、フィッシュサーキッズのモデル1をご紹介しました。